こんにちは、ゆきです。今日はですね、中国語の過去形についてお話ししたいと思います。僕も中国語を勉強し始めた時ですね、気になったのは過去形。過去形ではどうやっていいのかなということなんですよ。というのも中国語だと、その動詞の変化とかしませんから、どうやって過去を表現していいかわからないと。で僕はまあ中国で今十何年住んでるんですがで、妻も中国人です。いろんな中国の人と触れ合う中で気づいたことが ありましてね、それを皆さんとシェアしたいと思います。その過去形ですね、その概念がですね、違うんですよ。えー、日本と中国で。例えば、えー、昨日ですね、昨天。例えばこんな文があるとします。昨天喝酒、今天也喝酒。 昨日はお酒を飲んだと。そして今日もお酒を飲むと。こっちは昨日ですから過去形ですよね。よく言われているのは、中国語はらをつければ過去になると。でもよく見てください。らがなくても文章は成立するんです。例えば、らをつけるとするとどこに出るか。昨天喝ふるじょうでもいいんです。もしくは、昨天喝ふるじょう、 で,もいいんです場所すら僕もですねいろいろ気になってですね当時いろんな文章とか読んだりあさったんですよ論文みたいのもありましてね当時でそういうのを読んだりしたんですけど例えばそこにも書いてありましたね「ラ」は外国人に中国語を教える本とかでは「ラ」というのがその中国語の過去を表すと教えられているというその前提は書かれていました。 でもそれは英語の文法に影響を受けている。といったようなことも書いてありましたね。まあその外国人というとまあ、英語圏の人が多分ほとんどなんでしょうね。それでまあ英語ってなってますけど、もちろん日本人なら日本語ってことですよね。日本語の参考書にも書いてありますよね。ラをつければ過去になると。なので同じようにですね、そういった文法の概念っていうんですかね。その、必ず過去形はあるはずだみたいな考えがあるんですよね。それでこのラ、 そうやって紹介される。と書いてあったんですね。でも、これを見てわかる通りですね、ルがなくても過去になります。はい。ラーをつけるとしても、いろんなところにつけることができると。で、ラー自体もですね、いろんな意味がありますね。はい。いろんな使い道があるわけですよ。これはいずれですね、あの、紹介しますね。単独で。ラーについて。で、それでよく僕も質問を受けるんですね。例えば、これの過去形は何ですかとかですね。 過去について。僕自身ですね、中国の人と付き合ってきて、僕の妻も中国人で、発見したことはですね、言ってるから、過去について、あんまり考えないというか、その意識はあんまりないんですね、過去の方に。でも日本語は逆で、ほとんど過去の方に言ってると思うんですよ。例えば、ご飯食べて、あ、美味しかった。って言うじゃないですか。美味しかった。食べ終わったものですよ。美味しかった。って言って思い出したり、昨日食べたお寿司美味しかったね。 なんて話ししたたたり去去年の夏行っっディズニーランド楽しかったねこれも過去ですよねでも僕も中国の人と話しててそんな会話あまり聞かないんですよね過去について思い出すみたいなことはほぼないんですよということはそのまず概念が違うんですね日本人は特に過去に執着してるというか意識がほぼ過去にあるとでも中国,中国ではもしくは中国語の思考では違うんですね過去はもうないんで過ぎ去ったものは過ぎ去ったものなんですね るというのはもともとはその変化を表すと言われてるんですね。なので、もう過ぎ去ったものはないから、だからこれ,れ、るをつけるというだけなんですね。えー、時間的なものを表すのは、中国は名詞なんです。名詞でただ昨日とか一昨日とかつければ、時間はもうボンと出るわけですね。はい、なので、その意識がないんですね、その過去という、なんていうんですかね、イメージというのかな。なので 中国語を勉強する。中国語をもっと上手になりたい。という時はですね、そ中国語の思考というのを入れなきゃいけませんね。インストールする必要があります。日本語の思考とは全く違います。僕はあの中国、中国の人に日本語を教えてたことがあるんですね。7年くらい教えてたんですが、その時もですね、やはり過去形というのはあまり使わないですし、作文にしても過去のことについてはほぼ話さないという傾向がありましたね。もともと思ったのはその過去形が使えないから使わないのかなとか、 中国語にはその過去形がないから、過去形で間違えるのかなと思ったんですけど、よく観察してみると、中国語で話していても、過去についてはほぼ話さないんですね。あまり意識が向いてないんですね、過去について。その点ですね、日本語はほぼ過去だなと思ったんですね。例えば、この間も妻と食事に行って、あれ、こう安かったねって言ったんですよ、食べ終わった後。そ妻が来るんですよ。妻も日本語わかるんですけど、 なって過去なのって安かったって。安いでしょって。今も安いでしょって。そう言われてみればそうだなと思ったんですけど、意識の場所が違うんですよね。多分日本語で考えるとしたら、私たちの今があって、で、その、お金を払った瞬間ですかその時がイメージにあるんですかねそれで、そしたら過去ですよね。安かったと。これを見ながら、イメージしながら言ってるんですかね 安かった。中国語の場合はもしかしたらもうそのもの、これは安いと。そのものだけあし、今と、あれとは切り離してるでしょうかね。難しいことはよく分かりませんが、そんなようなのかなと、昨日ですね、寝るときに考えたんですよ。1時間くらい考えてですね、眠れなくなっちゃったんですけど、はい。なんか違うのかなと。はい。さあ、では、例えばじゃあさっきの安かったねというのは、中国語で何て言うんだろう。 と考えたとしますよね。まずそれ自体がおかしいかもしれません。使わない、その表現がないですね。そう言わないということ。言わない、使わない表現がある。これはすごく重要です。言わないということがある。使わないという表現がある。というのは重要です。例えば、僕以前、アメリカに留学したことがあるんですが、その時に思ったのはですね、向こうの人はですね、 あった時に、僕の服を見てですね、I like your shirt って言うんですよ。その服いいね。その服、直訳すると、その服好きだよと、えー、そのメガネ好きだよとか。こんなこと言うんですよ。日本語じゃ言わないじゃないですか。そんなふうに。例えば、あと、How are you? ですね。で、必ずみんなも、I'm good, I'm good. <laughs> かすごくいいよって言うんですよ。同じような返事するの決まってるのに必ず How are you? って聞くわけじゃないですか。他には、男同士もですね、 なんか嬉しい時に、え、hey, I love you, man. I love you って使うんですよ。これは、あの、愛してるとは違いますよね。ニュアンスも意味が違うわけですよね。それを日本語に訳したらおかしいですよね。日本語では言わないんですね、そういうこと言わないことはですね、あまり訳そうとしてもおかしいですよね。例えば中国の人に、さっきの、あの、安かった、これ、 中国で何ていうの聞けば多分ピいとか言うと思うんですけど中国人はそんなこと言いませんから訳せと言われたらもちろんその単語から見て訳すだけであってあまり使えませんからそういう言わないっていうのはですね頭で訳すのではなくて、まあ、そのものをですねそういうものなんだみたいに入れた方がいいと思うんですよなのでいつも僕は中国語を勉強するときも自分自身もそうですけど日本語を返さずに勉強したら効果があったんですね はい、日本語を頭で訳してばっかりいると、うまくできないんですよ。それはもう、あの、海外にいるときに気がついたんですね。これ日本語と全然違うと。観察してみると全く違うんですよ。そういうことも、まあ。例えばですね、アメリカとかの先生がですね、僕が何か成果を上げたり、すごいことをしたら、I'm very proud of you って言うんですよ。Proud of you っていうのはすごく誇りに思うと。私はあなたを誇りに思うわって。そんな、なかなか、 誇張した表現じゃないですか。これを日本語で言ったらおかしいですよね。すごく誇りに思いますがって言う人はいるかもしれませんが、めったに言わないですよね、そんなこと。なので,でも表現とかですね、考えが全然違うんですね。はい。なので全てを日本語に訳そうとしない方がいいです。まあ、極端な話ですね、日本語を返さない方がいいと思うんですね。 全然違いますからねで例えばこの過去形は何ていうのっていうこれもう日本語の考えですからおそらくその考えてるイメージしてるものも全然違うと思うんですよ。例えば、まあ、先ほどの安かったね、うん、じゃああのラーメン安かったねって言うとすると日本語で考えたその安かったというのと中国の人が思う安かった中国語で考えた安かったね多分イメージが違うと思うんですねうまく説明できないんですけど。 なので、言わない、中国の人が言わないということは探求しない方がいいですね。はい、それで、この言わない、日本人が言わない中国,中国語の表現、これを覚えられる。ちゃんとですね、その素直に受け入れられることができたら、中国語はもう上達していると言っていいと思います。はい ま、聞こちないんですよね。その日本語を直訳したような感じで話す人とかいますけど、ここは通訳とかしてて、駐在員の方でも、一生懸命勉強してても、その、まあ、日本語を訳しているなっていうのはわかるんですね。でもこの、日本語にはない、その中国語でしか言わないような表現を言えるようになったら、どっかで聞いて素直に受け入れられるようになったら、もう、その人の中国語レベルは、 結構高いもしくはもっと上がっていくと思います。はい。なので、この過去形もそうですね。考えがないんですよ。イメージがないんです。ただ、その動作があるかないか。例えば、うん、否定するときも、名イって否定するんですね。名医というのはないということなんですね。別に過去を否定するというわけではないらしいんです、これ。名医はもともとは名医用から来てるんですね。名誉用というのはないということです。 今のそのプトンハーっていう標準語ではですね、メイを使うらしいんですけど、方言ではメイ用で使う場合が多いらしいです。はい。なのでその動作がないというだけ。ただ、あの過去を否定するんじゃなくてその動作がないと。で、時間はもうこの漢字で出しますから、名詞で昨日、んとかなんとか。だからこれ自体で過去になるわけですね。で後ろの動作はただあるかないか。でそれが、まあ、裏をつければ。 うん、いろんな意味があるですね、らもその変化とか完了とか、はい、強調だったりしますし、で、あと、ま、否定するのはこれがないとか、という感じなので、やっぱ思考が違うんですね。なので、日本語で考えるとあまり逆に難しいかもしれませんね。他には過去形と現在形ですね。どちらでもいい。例えば、電話して相手が出ないと。できて、 出なかった出ないねねねどっっちででも使えますすよよ、ね、出出ななかった過去形ですよ、ね、出ない別に覚悟じゃないですよねそれでも意味は同じですよね表してる状態はもちろん文法的にはすごい厳密なのがあるかもしれないんですけど中国語もですねそういった場合があって例えばノックしてですね誰もいないと「多分無罪」でもいいですし多分無罪どちらでもいいらしいんですね僕はそういったことにですね気づくまでにものすごい時間がかかってですね あと、過去形の言い方が分かんなかったり、というんで、もうすごく悩んでるというか、なんだか、なんだか混乱していた時期が長かったように記憶してますね、最初の頃。うん、なので、まあ、全然違うということですね。日本語と、中国語。日本語を使った思考、中国語を使った思考も違うということ。これを覚えておいてください。今日はですね、そんな話でした。 このチャンネルではですね、文法を解説している中国語文法レッスンの動画もアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。あと、無料メルマガもやっています。こちらでも中国語の勉強のヒントになるようなことを配信していますので、興味がある人はぜひ登録してください。では、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次回お会いしましょう。さよなら。